それでは次にですね、ブロックチェーンイロハによる EPM トークンの実装に向けてということで、ソラミツ共同株式会社共同最高経営責任者の竹宮誠さんから講演いただきます。EPM トークンというのは先ほど話出ましたように、電子公共貨幣の一歩手前のトークンで、法定通貨円と、その EPM トークンを1対1で固定レートで交換するものですね。それをまず地域通貨として導入して、それによってまた公共貨幣、電子公共貨幣 EPM の道を開けるのではないかということで、ここではその、今ですね、このイロハは世界中で IBM のブロックチェーンとこう競って、そのオープンソースのブロックチェーンを開発しているところの最高責任者の竹宮さんです。よろしくお願いします。1年前に日本に来て、4年前に帰化しました。日本語まだ完璧でないことをお詫びいたします。本日はブロックチェーン技術を、ざっくり説明して、それから電子公共貨幣についての可能性を、述べて、伝えたいと思います。まずは弊社はそんなに有名ではないので、ちょっと、ざっくり、概要を説明させていただきます。弊社は3年前に、設立して、それからハイパーレジャーイロハという、ブロックチェーンを、一から開発して、ザ・リニックス・ファンデーションに、ソースコードを、貢献しました。それはずっと3年間続いて、それからいろんなシステムを、医療班のもとに作っています。一つは、カンボジアの中銀のリテール決済のシステムを開発するようになっています。あとでそのシステムを、デモを、見せてあげたいと思います。あと、ロシアとスロベニアの、コフリー機構と一緒に分散型コフリーシステムを、D3 レジャーというシステムを開発を行っています。これはもうオープンソースしています。あと、あまり仮想通貨的なプロジェクトですけど、ポップダットの、人たちが我々に外注して、C++ の、システムを開発して、それは我々が作った2番目のブロックチェーンです。あと、いろんなデジタルアイデンティティと決済システムを、やっています。ブロックチェーンは、だいぶ多分認識があるかと思いますけど、ざっくり説明すると、データの仕組みで、データが、ブロックという、箱に入れて、それからこのブロックをハッシュを計算して、タイムスタンプなどいろんなメタ情報も入れて、それから、合意形成を取ります。合意形成はペアトゥペアネットワークの上で取って、それから、各コンピューターで、こういうブロックを、交換するわけです。それから新しいデータが存在すれば、新しいブロックをさらに作って、このブロックに前のブロックのハッシュを入れて、それでチェーンを作っています。そういう仕組みで、もしデータが改ざんすれば、改ざんした事実が、全員が分かってしまいますので、すぐ分かってしまうということです。だから、改ざん困難な仕組みとも言えます。いくつかの、強みがあります。一つは非改ざん性、それは、ブロックが、チェーンに、なった、ことで、もう一つはみんな、全てのデータを、みんなというピアトゥピアネットワークの、サーバーが、全ての情報を持っていることで、二重払いとか、不正送金はできない、ことです。
お金がなければ、まあ、送金できないわけという意味です。これは、まあ、全員が共通台帳を持っていることから、もう一つは、まあ、システムが、まあ、停止、まあ、しにくい、仕組みになっています。ヒエラルキカルネットワークを使っていますので、1台などが停止すれば、まあ、システム全体が、まだ、まあ、取引を裁けられますし、システムが停止しないです。まあ、非常に、まあ、24時間対応に、まあ、非常に強い仕組みになっています。そういうことから、まあ、コスト削減など、まあ、いくつかの、まあまあ、メリットがあると考えられます。まあ、従来のシステムと比較すれば、まあまあ、ブロックチェーン技術は、まあ、そんなに新しいものじゃないけど、いろんな従来からの技術の組み合わせで、システム全体的に、まあ、新しいものが、実現できています。例えば、まあ、公開暗号方式とか、電子証明の技術とか、ピアトゥピアネットワーク、データベースシステムとか、まあ、それぞれの技術が、まあ、全然新しくないけど、まあ、全部組み合わせると非常に強いシステムができます。あと、ブロックチェーン自体が、まあ、いくつかの種類があって、まあ、パブリックブロックチェーンと、まあ、パブリッシング型、いくつかの種類があるんですけど、それで、まあ、パブリックは、まあ、有名なビットコイン的なシステムは、まあ、誰でもネットワークに参加できて、まあ、そういう、まあ、自由なシステムがパブリック型、パブリッシング型が、まあ、コンソーシアムなどが運用することです。例えば銀行の決済システムを実現したかったら、まあ、公募の方とプライベート、まあ、パブリッシング型のブロックチェーンの方が、まあ、技術的に、まあ、なんていうネットワークが全部加工できるので、まあ、管理しやすい状況になっています。パブリックのブロックチェーンは、まあ、誰でも参加することで、取引のさばき方が、まあ、ちょっと遅くなっていますし、まあ、不正行為が、まあ、より、防止、まあ、しにくい、状況ではあります。だから電子公共カーディのシステムを作りたかったら、まあ、公募の方の、プロビッシング型のブロックチェーンの方が、スピードが速いし、まあ、数学かつ安価に、取引をさばいていくことができます。ハイブリッドイロハについての、まあ、特徴をちょっと述べたいと思います。イロハは今年の5月あたり正式にリリースして、バージョン 1.0 をリリースして、それから本番に使えることに、まあ、なっています。これ、まあ、リリース、まあ、記者発表会で元ソニーの CEO の入江さんも出ていたし、非常に良かったと思います。まあ、2年間以上弊社が、まあ、開発して、まあ、全部オープンソースに貢献しましたので、まあ、自由かつ無料で使えるものです。イロハの一番の特徴は、まあ、いくつかありますけど、自分的に一番の特徴はモバイル対応と、まあ、開発者向けの利便性が高いものです。他のブロックチェーンと比較すると、より、素早くに、モバイルアプリを開発できます。ちょっと後でこういうモバイルアプリの例をちょっと、まあ、デモを見せますし、そういうソースコードも公開していますので、まあ、自由に使えるかなと思います。あと、まあ、弊社はヘッドレジリファーを、利用して、いくつかの実証実験と商品を開発しました。まあ、実証実験は、まあ、ちょっと後でちょっと説明させていただきますけど、まあ、基本的にペイメントシステム、まあ、トークン的なものと、まあ、保険の自動化的なシステムとか、あと、まあ、ホフリー機構アイデンティティのシステムなどを、まあ、いくつかのことで作りました。じゃあ、イロハの特徴は、まあ、多分開発者はそんなに参加していないので、まあ
一般のことだけを説明させていただきます。簡単に言うと、僕のブロックチェーンで複雑なロジック実現したかったら、自分で、たくさんソースコードを書く必要があるわけですけど、イロハではこういうコマンドを、実行することだけです。なんていうブロックみたいなものを、実現して、それで組み合わせの上に、複雑なロジックが、構築可能と言えます。例えばアセットをお金を発行したかったら、create asset のコマンドを実行して、それから送金する際、transfer asset のコマンドを実行することだけで、決済アプリを実現できます。弊社は、こういうような仕組みを、用いて、いくつかの実証実験を作りました。最初の2つが、会津大学東京の研究で行った、最初は会津大学国際大学大学プロコンと東京大学を作ったボイカというシステムです。これイベント内の通貨で1日だけを生きた通貨です。こういうイベントの参加者が人間間のコミュニケーションによる、新しい通貨を発行して、それでイベントの売店とかで利用できました。そんなに価値のない通貨ではあったんですけど、人間間のコミュニケーションが、価値があるということを示したかったんです。その後は愛知大学の食堂で、こういう薬庫という、ものを作って、大学内通貨を、実証実験が行いました。そういう、同様な技術を、利用して、カンボジアの、中央銀行、の決済システムを2年前から、開発を行っています。これは、ウォールドエコノミックフォーラムとかも、あとフランスの中銀も、いろいろ、こういう実証実験について書いたんですけれども、大きな特徴がただの実証実験ではなく、本番システムを向いています。実は先々月、17日より、本当のお金を流通し始まったんです。まだ参加者の数が、制限していますけれども、約数千名がそれを参加して、プノンペンの、15の店でこういう決済システムを利用できます。今までちょっと難しい話ですけど、ちょっと見せた方が分かりやすいかと思いますので、ちょっと待って、こういうことになっています。日本語のバージョンも追加しますので、これはカンボジアでは複数通貨を利用しています。米ドルが、多分取引の8割以上に利用していますけれども、時価通貨の、リアルが、残り2割を利用しています。4000リアルが1ドルとなっています。こういうアプリでカンボジアの電話番号があれば、利用できますし、アリペイなどみたいに QR コードの決済がサポートして、あと電話番号が分かれば誰でもに、送金できます。あと相手のユーザー名が分かればこれに、送金できる。じゃあちょっと試してみます。TBL を送りましょう。じゃあ絵文字も入れて、これは端末内に、鍵が保管して、この秘密鍵を利用して、電子署名を、取引を電子署名して、それから送信しています。これ銀行のサーブルに送信して、もう終わりましたけど、約アプリになっています。サクセスと書いて約2秒ほどを、確定になっています。さらに手数料なしで、世界の中銀のシステムでは珍しいではないかと考えられます。リテールは少額決済に向いていますけれども、中銀行がこういうシステムを提供するのはなかなか
珍しいかなと思います。まあ、詳細は、知りたかったら、後ででも質問、個人で聞いてください。あと、やっぱり犯罪収益移転防止するためにKYC 本人確認のことも大事、なので、弊社はアプリの登録する際、パスポートと、自分のセルフィーを取って銀行にアップロードすることになっています。それで、写真のウィジェット計算、あとライブネスディテクションも行って、そういう情報を追加で添付して銀行に送るので、リスクが削減できる、と考えられます。電子公共貨幣のものも作りたかったら、同じようなものができるではないかと考えられます。あと、同じような技術はソラという難しい言葉ですけど、実質的分散型経済圏を、これはただの仮想通貨的なシステムを、開発、弊社のスイスの子会社が、やっています。こういうものが、例えばビットコインが、毎日10億円ほどの金を発行してマイナーたちに配ります。これは経済的に役に立てないと考えられて、こういうシステムで新しいグッズとサービスのために新しいトークンを創造して配ることです。ただし、どんなグッズのために、新しいお金を発行してあげるべきかは難しい課題なので、これは分散型で人が投票によって決まります。みんなアプリの参加者が全員が投票権を持って、そういう投票によってお金の創造です。あと、送金もできる。これもちょっと見せた方が分かりやすいと思いますので、こういうアプリになっています。こういうアプリでは、投票権が、自分は5000ほどあって、こういうプロジェクトの、新しい商品の提案があって、情報を、自分を読んで、これがいい、経済的にいいと思えば投票を挙げられます。複数あるので、非常に好き であれば全部挙げられますし、一部だけを挙げられます。クワドラティックボーティングというもののみたいなものになっています。1投票券は約1ドルぐらいの通貨の、単位を発行できるということです。だから、これは金の創造を分散、そういう意思決定を分散するアプリです。その中にワレットがあって、先ほどと同様な QR コードの決済とか、あと送金はできます。例えば、これをちょっと通行送金して、同様な先ほどの、中金のアプリと同様に、送金できます。ただし、中銀のシステムの方が早い理由は、中銀が全てのブロックチェーンのサーバーを持っていることですけど、こういうシステムが、よりオープンなので、より細いけど、できていると思います。できています。こういうようなワレットがすでに実現できていますし、結構覚えている。弊社は、こういう決済システムに、1500億件の取引と試して、で、それでもシステムが停止しなかったので、24時間動けることが実現できるかと考えられます。こういうようなソースコードが完全にオープンで公開していますので、これは公共貨幣、電子公共貨幣を、実現できるではないかと考えられます。これただの Mac ですけど、同じようなインターフェースが非常に実現しやすいですので、本当のお金と流通したかったら、まずは
犯罪収益転送司法に、まあ、からうために、多分金融機関とつながって全てのユーザーが金融機関との裏に出ないとダメかなと考えられます。そうすると全てのシステムが、例えば銀行とかなどで、運用すれば、まあ、それは実現できると考えられます。まあ、すでに技術は揃えてますので、ぜひ、まあ、パートナーができれば、まあ、こういう質問を実現したいと思います。ご清聴ありがとうございました。池田先生もありがとうございました。以上で第2部は終了しました。でここで休憩は入らないんですけれども、第3部に入らせていただきます。